おい、はじめに言っておくが、この状態ゆっくりはしてられねえ。初めての美獣化でリンクは完璧じゃ。それの持続時間はそうなる。十分。いかにキュービとはいえ、6体の美獣相手ではどうもできまい。私は力を甘く見えた。へえ、そういうことを言うのは最初だけだ。俺たちの力たっぷり見せて、どぎも抜かせてやろうぜ。美獣弾が打った反動だな。奴らの動きが前よか鈍いぜ。今がチャンスだぞ、キュービ。うるせえ。立ち火ごときはわしに命令するな。てめえ。やっぱムカつく野郎だぜ、こいつ。美獣同士のテレパシー会話。それってレアだし、すっごいわ。Thank you.
美獣たちの動きが鈍ってきた。9尾目。このまま美獣どもを外に出しておくのは危険か。美獣たちを。こっちも時間だ。わしが力を貸せるのはここまでだ。ナルト、あとはお前が。分かってる。あいつはこの手でぶん殴らねえと気が済まねえ。待ちかまして、キューリー。戦闘開始。ガガの力を使い、俺の力は限界に近い。貴様の敗北は時間の問題だ。勝手に俺の負けを決めんな。できることは全部やる。そんでお前に絶対勝つ。暴れない。こいつなぜこれほど。無駄な計画をことごとく潰す。最後のチャクラを使い果たしたか。この勝負、俺の勝ちだ。チャクラがなくなってもな。
拳にはいろんな名前といろんな思いがいっぱいに詰まってっから、痛えぞ。ナルト、行け、ナルト。渦巻きナルト、まさかここまでの力を手にするとは。だが俺の戦いは終わらん。そして憎しみも消えることはない。俺は俺の計画のためにこの歩み止まることはない。九尾と八尾はいただく。必ずな。逃げちまったか。だが、よくやったな。ナルト、おい、大丈夫？あれだけやった後だ。そりゃこうなるだろうぜ。ほんと大したもんだぜ、お前は。イオウ、以上が各戦場での戦果報告となります。うん。多大な被害を受けましたが、